ちょっとね、やらかしましたね、私。やらかした、ちょっとマスク外すか。やらかしたっていうのは、これ、フロントのシートなんですよ。で、ここにね、映ってるかな。ここにね、まだ、パーツがあったんですよ。パーツが。図面を見るとね、あれって映るかな。ここにシフトノブをつけるための、ロアのフロアのトンネルがあったんですけど、これバリかランナーだと思い込んでカッティングしてしまいました。ここですね、カッティングしてしまいました。あららって。よく見たらこのメーカーも部品変えるんだね。でですよ。あ、そうなんだって思って部品作りました。もうちょっとね、磨いてあれすれば完璧です。まあこういうこともね、あるんで、このだってこのメーカーすっごいバリとかそういうの多いから、やらかしてるなと思ったら自分がやらかしてたっていう。あとですね、ボディショックをまた塗らなきゃなんない部分発見しました。あったね、これダッシュ板、これ塗らなきゃ。もうこれね、サーフェイスはいらないで、このまま、ボディ色塗っていきます。ちょうどね、ボディ色が、写真に撮ってみると、この辺とかこの辺がね、まだ薄いんですよ。だからもう一回塗らなきゃダメだなと思ってたところで、ちょうどよかった。うん。そんなところでね、追加塗装してきます。ミュージアビュー。はい、本塗り行ってみたいと思います。わかるかな。黒と黄色を白に爪楊枝の先ちょんちょんってつけるぐらい足してます。そうすると少し真っ白ではない色になるので、これでやってみたいと思います。天井の裏関係、まだちょっと塗料余ってるので、がっちりと、いい塗り順だね、これ。こうやってやると。無駄なく。あとクリアで終わりだね。ミュージアビュー。ちょっと。白に白塗ってるからさ、見落としてあるんだよね、きっと。うん。あ、色、前回作った色に近いね。なんとなく調合覚えてて、こんな感じかなってやってたんだけど。まあ、薄かったら困るんで、どうせならもう一回塗装とね。行きましょう。雨がね、水の中にダイブしましたね。陸地にいたんだけど。また、親父これ、臭いこと始めたなって。うん。まあ、
すいませんね、ご迷惑かけて、臭くて。で、こっち側をさ、こう、塗装すると、ちょうどね、ダッシュ板が乾く頃なので、2回目塗りになる。ツヤ出てきてるね。この辺でないと映らない。ミュージアビュー。よしと、クリア塗装いきますかね。内装はね、さっきちょっと塗ったんですよ。内装はね、少しボディ色に上の方がね見えると思うので塗り込みました。まあこれで窓もつくし、うん、いいのかなと。じゃあ行ってみますね。クリアね、うん、うん、いい感じかな。もともとこれ、この白自体、ああ、どうしようかな。この白自体結構ね、艶あるので、いいんですけど。なんかさ、こうやって塗っていくと、いつも思うんだけど、なんかダイキャスト製に見えてくるんだよね。綺麗に塗装が仕上がると、プラスチックじゃないみたいな、不思議な感覚になります。あ、綺麗だね。側面。うん、なんかクリア1回で終わるような感じが、2回3回塗らなくてもいいような感じがします。これで仕上げに向かっていってもいいんじゃないかな。甘く見てるかな。おっと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 。やっぱり台が必要だね。いいんじゃね。もういいんじゃね、これ。よし。このぐらいのツヤ出てればもうバッチリですね。よし。オッケー。